着いた。はい、というわけで、掛川駅に戻ってきました。はい、妻恋リゾートを経て、一回掛川に戻ってきて、で、快活クラブでね、30分だけ利用させていただいて、ドリンクバーとね、シャワーを、利用しました。なんでね、衣服も一新して、まあちょっとね、気持ち悪さがなくなった、みたいなところではあるんですが、ここからね、またスタートしていきます。で、2日目のスタンプラリーが終了しまして、で、3日目の朝市に備えてね、これから移動していくんですけども、3日目の朝市は、千頭駅、静岡県中部エリアの一番北の方ですね。こちらの2箇所固まってるので、そこからスタートして、国道396号線だったかな?を通って、静岡県西部のスタンプラリーと繋いでいく、そういったね、ルートで、やっていこうと思います。なので、まずは掛川から、千頭駅まで行きたいと思います。で、掛川から千頭、まあ、金谷を通って千頭だと思うんですけども、掛川から金谷のルートがね、結構めんどくさいんですよね、自転車ってなると。車だったらね、国道1号線のバイパスがありますので、まあ、それで簡単に1本できるんですが、そのバイパスが自転車通っちゃいけないというわけなんで、まあ、いろいろね、何個かコースがあると思うんですが、まあ、今回、まあ、お試しがてらね、掛川から、東海道本線を各駅停車、で、回っていくようなルートでね、行きたいと思います。なので、掛川、菊川、金谷、みたいな感じでね、回っていきたいなと思っております。これでうまくいけばいいんですけどね。では、行ってみましょう。いざ、千頭駅へ。はい、というわけで、こちら、菊川駅に着きました。8キロ、7キロくらい走ったの感じかな。時間がですね、今、多分白くて見えないと思うんですけども、9時25分となってます。まあまあまあ、まだ早い方だろ。今から走るってなったら。なんか、菊川市に入った途端に、急に下り坂になったんで、あれこれ、もしかしてどっかでまた登る羽目になるのかなとかって思ったんですけど、まあそのうち登ることなんでしょうね。登り坂を覚悟しながら進んでおります。まあでも、1号線進むよりは進みやすかったなと思います。次は、金谷駅目指していきたいと思います。見てくださいよ、これ。動画で伝わるかわかんないんですけども、ここ、金谷周辺の市街地がね、こんな感じでずらーっと描かれています。なんか、すげえスポット見つけたなと思って足止めたんですけども、いやー、こういう発見があるから自転車っておもろいっすよね。夜走るとなおさらですよね。オレンジ色に光ってるところは、おそらく大井川橋ですね。もっと右側に蓬莱橋があると思うんで、ここからこう渡ってきたという感じですね。ここはどこだか当てられたらすごいなと思うんですけど、僕たまたま見つけたもんで、はい、こんなところでした。はい、というわけで、金谷駅到着しました。こちらは大井川鉄道の金谷駅、こっちが、JR の金谷駅となっております。菊川から金谷まで来ましたけども、まあすごかったね。さっきの夜景のところからバーって下ってきたんですけども、途中で、東海道の石畳の標識があって、ああここかっていうことがね、分かりました。さあ今度目指すのはこの大井川鉄道の途中駅、千頭駅を目指していきたいと思います。ここ金谷からだいたい40キロくらいあるんですね。遠いわ。大井川鉄道北上していきたいと思います。途中でね、スーパーとかコンビニがあったら、ちょっと明日の朝分のね、ご飯とかも買っておきたいなとは思うんですが、というわけで千頭駅方面を目指していきたいと思います。さあ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 、いやもう千頭駅はもうすぐそこです。いやーもう待ち望んでましたと言わんばかりに、いやーやっとだ。長かった。あーついにあそこか。おーおーおー、すごい、もう
もう見たことあるメインストリート。いやー、この突き当たりはもう紛れもない千頭駅がそこに待ってます。もう少しや。いや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 、あー長かった。あー、この右側の塀、うわ、もうりんちゃんが座ったところやん。そしてここの道、あやなちゃんが倒れたところ、そして、あー、着いた。よいしょ。さあ、というわけで、暗くて何も見えないんですけども、ライト持ってこよう。はい、こちらです。千頭駅。いやー、着いた。超疲れた。時刻は3時15分ほど。もう夜中です。いやー、着きました、千頭駅。だいぶ、パラソルとかが飾ってあって、賑やかな雰囲気になってますね。そして、お疲れ様です。こちらの、なでしこ号、もう命名しました。この自転車は、なでしこ号です。いやー、本当に疲れた。はい、というわけで、本日、ゆるキャンとラブライブの、スタンプラリー2日目なんですけども、スタンプとしては、中部地方が4つで残り2つとなります。で、西部地方が1つクリアしたといった状態になっております。で、肝心な今日走った距離なんですけども、今日の移動距離が231キロとなりました。はい、お疲れ様です。まあ、ただね、船で30キロ、それから、電車で20キロだったので、まあ、実質180キロなんですが、まあ、180キロよりも相当な距離を漕いだと思います。いや、お疲れ様です。金谷駅を出発したのが、おおよそ12時頃。で、今の時間が3時15分と、いうわけで3時間ちょっとにかけて、大井川鉄道千頭線をね、踏破しました。まあ途中いろいろなね、寄り道をしたりしたんで、まあ最短距離ではないんですけども、まあ、それでもね、踏破できたかなと思います。今日どうしよう、どっかで適当に仮眠します。そんでもって明日、スタンプラリー、中部、それから西部をね、制覇しようと頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。というわけで、今日の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは、アラショでした。バイバーイ。お疲れ様です。